板倉町は、群馬県大浦郡の町で、群馬県南東部最東端に位置する、関東大都市圏に属す。一方で、立林都市圏にも属しており、2016年6月、立林市との法定合併協議会が設置された。主に、関東地方に点在する、来電神社、来電社の事実上の総本社格で、関東三来神の一社である、来電神社があり、 生酢料理が名物。また、きゅうりの生産が盛んで、生産工は全国トップクラスである。来年神社、渡瀬遊水地付近は、利根川、渡瀬川合流域の水場景観の名で、関東地方では初の重要文化的景観として選定されている。超東部に、県企業局による板倉ニュータウンが開発され、1997年3月25日に、 東武日光線、板倉東洋大前駅が開業。東洋大学板倉キャンパスが開設された。鶴舞う形と形容される、群馬県の口しの部分を占める。平坦地、北緯36度13分、東経139度36分に位置し、群馬、栃木、埼玉、茨城の4県の県境地域にあたる。南京には、日本最大の流域面積であるトネ川が、 国境には渡瀬川が流れ、この二大河川は町の東南の茨城県小賀市で合流し、町の中央やや南側に矢田川が流れている。東は本州最大の湿地でラムサール条約に登録された渡瀬遊水地に接する。新大田付近はかつて板倉沼があったが、埋め立てられ板倉川が整備された。年間平均気温は15度と、 温暖な地域であり、年間平均降水量は1200ミ、mm、リメートルである。総面積4184ヘクタールのうち、約55%の2302ヘクタールを農地が占め、市街各域面積は、町域全体の9%であり、広大な農地が保全されている。全路線とも、板倉東洋大前駅から、立林駅まで運行されている。この他に、 立林、名は、板倉線があったが、運行費負担金などで、板倉町と名和町で意見対立を生じたため2020年度をもって廃止された。廃止された、広域公共路線バス立林、名は、板倉線の代替として、2021年4月1日から運行開始。月曜日から金曜日まで運行。運賃無料。 雷電神社頼むしのしだれ桜さん、県境立林市や大浦郡名和町と同様に、群馬県でありながら、東北自動車道沿線にあるため宅配便では、隣接県扱いになる例が多い。板倉沼はかつて板倉町にあった故障。現在の雷電神社付近にあり、かつて雷電神社は板倉沼と猪子沼に突き出す半島上にあった。 建林城付近にある白沼とつながれていた。万葉集の噛みつけののいならの沼の大井草よそに未使用は今こそ、まされにあるいならの沼に否定されている。明治以降何度かにわたって埋め立てが行われ、1979年に消滅した。群馬県内の東京都特別区部への通勤率は、当庁が県内トップである。ありがとうございます。